はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は確かあかねちゃんが証人で一通り話した結果、まああかねちゃんが押した人って実は左衛門さんで、結局そのまああかねちゃんに殺意はなかったんだけど、その押された左衛門さんがおっとっとってして、この写真にあるさ、あるじゃん、なんかこの甲冑の兵がさ、兵っていうか、まあ、甲冑が持ってる剣、まあ、剣に刺さったんじゃないかと、まあ、要するにだから前あかねちゃんが、まあ、形としてはね殺してしまったんじゃないかということでね、前回終わったんだよ。続きからやっていこうか。君さ、分かってる？自分のやったことの意味。どういうことだろうか。2年前のあの事件、青影城って処刑されたでしょ。裁かれたのは彼の最後の犯行。検事は確か君だっけ。くっ。そうなのよ、三剣ちゃん。君、無実の男をさ、ちょいと処刑させちゃったわけ。しかも、捏造された証拠を使ってね。でも捏造したのはお前だけどな。タッチ悪い。ぐあ、守った。青影城は連続殺人犯だった。それは確かなはずでしょう。そんなことはね、問題じゃないの。知ってた。僕たち正義の味方じゃないんだよ。え？僕たちはね、法の番人なわけ。一人の男を処刑する。それって大変なことよね。現場に捏造があろうと隠蔽があろうと、最終的な責任は担当した検事にあるのよ。ああ、なるほどね。ここまでは関与しないと。これだけはね、動かせない事実なのさ。検事局って一体どうなってるんだよ。無知のやつが処刑されたかもしれないんだぞ。あの人をどうして平気な顔してられるの。静粛に、静粛に、静粛に、静粛に。またあれで終わんの？でもこれ最終日だよな。法廷内に虚しく木槌の音が響き渡った。騒ぎは収まらず、審理は一時中断された。法廷の行方はもう誰にもわからない。え？続くの？どう続くの？え？どうやって続くの？まあいいよ、保存しなくて。なんで三剣だけ集中砲火食らうの？せめてさ、あん中にさ、いてもいいじゃん。え、ガントさんが悪いんじゃないの？みたいな。ねえ。すまなかったな、三剣。こんなところで、お前自身も知らなかった罪を暴いてしまって。ふん。構わないさ。これは私自身の問題なのだからな。失礼するっす。は？じゃあまた後で。失礼するっす。あ、糸の刑事、どうしたんですか？なんか掴んできた証拠。また全く失礼しちゃうっす。現職の刑事に使い走りさせた上、来てみればこの空気。またお使いですか、巴さんの。今日の補定が長引いて、一回で休憩を挟むことになったらあんたに渡せと。証拠法？確か2日前。法廷における証拠法の、ああ、誰だね、だから、その偉い人が、あれだ、あれでしょ、偉い人、なんだっけ。あ、まあ、認可な、そう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 。過去に犯罪に関与したってことが分かれば、指摘できるんだよな、確か、上層部でも。それからもう一つ、首席検事殿から伝言があるっす。伝言？あの人と戦うつもりならば、この本がきっと必要になる。あの人か。この本よく目を通しておいた方がいいな。二大原則の説明だけでこんな分厚いの。そんな語ることある？でも今更は必要ないかもしれないっすね。
もう今度こそ関賢治殿に対する判決しか残ってないっす。それは違うと思いますよ、糸の子刑事。え？刑事、わからないのか、なぜこの私が恥をさらしながらもあの剣士席にしがみついているのか。出たね、あの顔が、いつもの顔がね。剣士剣士、本日の本当の真理はこれから始まるのだ。でもこの先に一体何があるというすか。剣士剣士をやってもいない捏造で傷つけられて、ほずきあかねも自分でも知らなかった死を思い知らされて、あんたは一体何がしたいっすか。あのそうでも結局なるほどがどっちにもねどんどん暴いちゃってるからね。だって巴さんは正しき捜査官を殺害していませんからね。はぁ、彼女は殺被害者の死体にナイフを刺しただけなんです。つまり他にいるんですよ、真犯人が。なすって、そいつを引きずり出す、必ず。みんなを傷つけたこの事件に決着をつけるために。きた。結局続きなんだ。あくまで休憩だったんだな。なんかその行方は誰も知らないっていうからさ。これこんなもやっとした感じで逆転裁判終わんのかなと思ったら、さすがにね。なんだろうか。反対に対して、違う。反対に対して査問委員会は厳しい処置を望んでいます。また査問委員会行くのかよ。それはどうも。それでその通常ならばこれから証人を呼んでいただくわけですが、誠に言いにくいのですが、あなたがあれじゃないかと。取引かな。私が証人を飼いならしているかもしれないというわけだ。私が言ったわけじゃありません。なんというかみんながですね。よかろう裁判長、私の方から一つ提案したいことがある。何でしょうかな。本日と証人の勘もすべて弁護側に委ねよう。何ですと。しかしそれはもちろん特別な処置だ。しかしそれで証明できる、その証人が取引などしていないということが。いかがですかな、弁護に。もう入ってんのかな。シンプルすぎない？さすがに。ちょっと、かさ増しすぎでしょ、ページ数。漫画なのかな、もしかして。あいつが道を作ってくれた。これが真理を続けるための一本しかない道だ。わかりました。弁護側はその提案を受け入れます。それでは、弁護人。特例ということで証人を呼んでいただきましょう。わかっているな、なるほど。これは最後のチャンスだ。間違った証人を選んだ時点で審理は終わる。え、これでもガントでしょ。ガントでしょ、これはって。ガントしかいないの、こんなもんな。言ってやれよ。呼べよ、あいつを。ガント、開示しよう。証人として入廷させてください。ガント開始、一体なぜそんな前が。ガント氏は2年前まで被告人と共に捜査官を務めていました。2年前の事件の関係者でもある。話を聞くべきと考えます。ふむ。幸い彼はまだ裁判所にいるはずだ。そしてこの世で最も取引から遠い場所にいる人物。そうではないかな。わかりました。それでは係官、ガント開示を証人席へ。あいつを呼べよ。かかってこいてめ。かかってこいよってか、かかっていくのか。あのさあ、何なのかなこれって。僕お昼食べに行こうと思ってたんだけどな。名前と職業をお願いする。みつるぎちゃんさあ、こんなことしてどうなるか。名前と職業だ。ってこともなるほどがさあ、勝つって確信してるからこそこれだけ強気なのかもしんないよな。そうくるんだ。お願いします局長。まあいいけどね。
ガンとカイジ、警察局の局長だよ。よろしくね。それではガンと局長、証言をお願いします。お、なるほどちゃん、どうしたのそんな顔して。まずは SL95 事件をはっきりさせましょう。ああ、ともえちゃんの妹ちゃんが殺しちゃった。あれもうはっきりしたんじゃないの。いいと思うな、僕あれでさ。まだ伺っていないことがあります。なんだろう。あの事件であなたが演じた役割ですよ、もちろん。君も相当命知らずだな。まあ、権力はあるからな。知ってる、警察局長にはいろんな武器があるって。武器ですか。例えばこんな証言拒否したっていいわけだし。え、そうなんですか。警察局長には証言の拒否権があります。なんだその守り方、もうクソじゃん。法律ってクソじゃん。もちろん拒否をすればそれなりの危険もあるわけだが。怪しいもんね。やだな、何も僕協力しないなんて言ってないよ。ただくだらない証言はごめんだと、それが言いたいだけでね。周りくどいな、言えよさっさと。周りくどいな。あの日僕とザイモンちゃん、彼の取り調べをしてたんだけど、ドジやっちゃって、しかも雷で停電でしょ。僕がオフィスに行ったら巴ちゃんがいてさ、その時すでに現場には手が加えられていたんだね。はっきりしてるよ、捏造なんて僕は関わってないもん。ふむー、そこでおかげは逮捕されたのですな。彼ね、気絶していたわけ。やめてくれ、その何回見せんのは。妹ちゃんが直人ちゃんを突き飛ばした時、青影ちゃんも頭を打ったみたいでさ。なるほど、やはり明らかのようですな。警察局長には証言の拒否権があるみたいだ。一気に叩き潰すしかない。尋問聞かないってことかな、じゃあ。まあ、一応やるだけやってみようか。警察局では式典があったはずですね。まあ仕事熱心だし、僕そもそもそれどころじゃなくて。あ、続くね普通に。直人ちゃん賞をもらってやる気になっちゃってさ、それでおかげちゃんも怖くなって逃げたんじゃないかな。その時ほおずきともえはそこにいなかったのだろうか。よく覚えてないけど、彼が逃げ出した時には取り調べ室にはいなかったね。あなたたちはすぐに青影の後を追ったんですね。ちょうどさ、エレベーターに逃げ込んだところで、ナオトちゃんとね、手分けをしたわけ。彼は上の階、僕は下の階。結果的には、彼が当たりを引いちゃったわけだけど。停電というのは、いやいや、参っちゃうよね。エレベーターが急に止まっちゃって、どうしようかと思ったね。ま、その時の音ちゃんの方は心臓が止まっちゃったわけだけど。笑えない。その時の様子を聞かせていただけますか。あれはひどかったね。あ、こんな感じだったんだ。直人ちゃんと殺人犯の彼がもつれるように倒れてるわけ。青影も倒れていたんですか。頭でも打ったんだろうね。気絶してたよ。そしてその場であの子たちがいたわけ。巴さんと茜ちゃんか。巴ちゃん必死に妹ちゃんを抱きしめてたっけね。きっと巴ちゃん、妹ちゃんが何をしたか知ってたんだと思うよ。これあれかな、あいつの死因できるかな。死因じゃないか、死因はそう死刑だもんな。
何も書いてねえな。なぜそんなことが言えるんですか。僕が見た彼の死体、もう移動された後だったから。というと、あなたは宝月智恵のデスクです。デスクのそばで死体を見たと。そういうことになるね。さっきの話じゃあれでしょ。彼をぷっすり刺しちゃったの僕の鎧だったわけでしょ。そう考えられます。とにかくさ、はっきりしてるよ。あなたがオフィスに行った時にはすでに捏造が行われた後だったというのですか。言うのですよ、そりゃね。智恵ちゃんの気持ちもわかるけど、死体を動かして証拠を隠すのは良くないね。本当にそうだったのか。証人を睨みつけても無駄だ。なるほど。どうせ睨むならば法廷記録にしておいた方がいい。さすがミスルギちゃん、洒落たこと言うじゃない。ガント局長と熱を結びつける証拠か。真相はそれだけじゃないはず。ガント局長と熱を結びつける。で、結局おそらく最後のあれに当てるんだろうな。あ、これじゃないの。抜きれガント局長の金庫だもんな。これはあれか、別に。あ、じゃあこれ行こうぜ。おいおい、ガントさん。僕はさ、この前、あなたのところに、まあ、勝手に入っちゃったわけなんだけど、あなたの部屋の金庫にこれがありました。これは何なのか説明してください。あなたが捏造と無関係なのであれば、こいつは一体どう説明するつもりですか。何ですか、それは。手形がついてるようですが。ガント局長、説明を。さあね、僕に聞かれてもな。え、あのさ、なるほどちゃん、君、証拠法の二大原則も知らないみたいだね。う、出たよ、証拠法。未登録の証拠の提示には審議中の事件との関連性が必要。審議、SL95 事件ってことか。SL95 事件とこれが関係するかってこと。ボロキレとこの事件の関係性、僕聞いてないけど。これはあれだからね、赤根の指紋がついてましたって言えばいいからね。この証拠品まだ早すぎたみたいですか。そうですか。最初からお願いできますかな。あ、でもダメージ食らわないんだ、優しい。じゃ、もっと段階を踏まないといけないんだな。ってことは、事件と関係がある証拠。SL95 事件。いや、ってなるとなんだろう。SL95 事件に関係しているやつ。これは違うしな。あ、これ、これから行けばいいのか。オッケー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 。関係してない。残念ですが、それは通りません。どういうこと？あ、この壺はもう関係してるって分かってるからね。あなたの部屋からいくつかの証拠品が見つかったんです。例えばこの壺。それは先ほど提出された太郎くん。この最後のかけらはあなたの金庫から発見しました。ついでにもう一つ、先ほど提出した証拠品リストがあります。これをまたあなたのデスクから発見されました。何ですと。いかがですか、ガント局長。あなたのオフィスから発見されたこれらの証拠品は、あなたが不正捜査に関係している何よりの証拠です。来た、決まったっしょ。説明しろよ。一体。怖いね、最近の弁護士もなかなか。
認めるわけですね。捏造の事実を。え、誰が？僕？それとも君？なんで僕なんですか？だってさ、君僕のオフィス勝手に荒らし回ったわけだよね。は、捏造するのは何も検察側だけじゃない、君たちだってできる。そうだね、なるほどちゃん。しかしその調査には捜査官が立ち会ったはずだ。ミツルギちゃんさ、違法は違法なわけだから、ノコちゃんにも厳しいペナルティが与えられるはずだよ。な、何ですって？これ以上何が起こるんだい、どの子刑事の給料に。まあまあ、これ別にお前驚かなくても言われたじゃん、もう来なくていいよっつって給料どころじゃないだろう、もう今更驚くことじゃないだろう、もう来なくていいよって言われてたじゃん。あんたのオフィスから発見されたと言われる証拠品、捏造も含めて詳しい証言をお願いします。やれやれ、まったく最近の子は筋を通すってことを知らないから困るよね。逃げるね、聞かせるよ。壺のかけらとリストだっけ、君が持ち込んだんじゃないの？そもそもその証拠品がいつ発見されたか立証できるのかな。青影の判決が下ってから見つかった証拠なら無価値だよ、それって。だいたい僕が捏造なんてするわけないでしょ。現場を偽装なんかしたって何の得にもならないもんね。いつ見つかったか。なるほど、くん。いやー、壺、あの壺の残、こいつら残りのパーツはあれだもんな、この保管庫に入ってたからさ、まあ、SL95 事件と同時に見たとこあるよな。同時にね、証拠品として収められたわけだから。で、証拠品リストは三つ剣も持ってるからさ。はい、あなたの調査もう少しきちんと手順を踏むべきでしたね。相手は警察局長よ、ただで済むわけないじゃない。なんだったら訴えてあげようか、今後のためにもさ。申し訳ありません局長、明日にしてもらえますかな。今日はほらあれがありますから。じゃ、長さんの顔に免じて。でもその代わり、分かっておりますぞ、あそこですな。ほっほっほ。おたの会話が始まってしまった。飲みに行くんじゃねえお前ら。おい、まだ終わってねえんだぞ勝負は。バカなこと言わないでください、そんなあ、なんか感情的になるなって、こういう場で。まあ言われてみればそんな度胸ないか。なるほど、ちゃんにはそんなことありません。僕も昔はこう見えて札付きの悪で。何を言い出すんですか、こんなところで。とにかく持ち込まなかったというっていう証拠はないよね。今頃きっと発見されているだろうし。発見？何のことだろうか。決まってるでしょ、なるほどちゃんの指紋。僕の金庫の内側にね、違法捜査の証拠になるね、これは。勝てるのか、こんなのに。どういう意味ですか？あくまでも仮定の話だけど、例えば壺のかけらを僕が金庫にしまったとしようか。でもね、それが捏造になるとは限らないわけね。発見された証拠品を隠したらそれは立派な。話は最後まで聞こうよ。問題になるのは発見された時期ね、これが。つまりこのかけらは初期捜査では発見されなかったということですか。ま、そういうことじゃないの、証拠品リストにないわけだし。青影の裁判が終わった次の日、ひょいと出てきたのかもね。徹底してんな、だとしたらそんな都合のいい話あるわけが。なるほど。はっ。
局長は可能性の話をしている。それを完全に否定できない以上、何度机を叩いても君の手が痛いだけだ。手の痛みは自分が一番よく知ってるよ。おいいね、その悔しそうな顔。でもさ、考えてみてよ。どうだろうな。なぜそんなことが言えるんですか。だって僕は犯人じゃないから。はぁ、よく思い出してよ。ナオトちゃんを殺したのは誰。殺したという言い方はどうかと思いますが、結果的にその命を奪ったのは大月茜さんですな。どうかな、さすがに分かってくれたでしょ。それはどうでしょうか、ガント局長。少なくともあなたは一つ大きな得をしているはずです。へえ、知らなかったな。何だろう、教えてくれる。局長のポジションですよ、もちろん。はあ、SL95 事件解決のおかげであなたは局長になった。それは立派な動機になるはずです。全然揺るがないな。はあ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 、舐められたもんだね、僕も。え？君、僕がそんなに無能だと思ってたの？どういうことですか？あの事件がなくてもね、僕は次期局長に決まってたのね。確かナノ剣のおかげで就任は少し早まったかな。本当なのか、三剣。確かに、そうなっていただろう。うぎゃ！人差し指で人を刺すときはさ、差し返されることもあるわけ。となれば、あなたが捏造する可能性は一つしかない。自分のためではなく、他人のためだった。バカだね、三剣ちゃん。君も知ってるでしょ。僕はね、自分のために生きてるの。いや、この際はっきりさせておこうか。証言ちょっと変えるね、長さん。ああ、助かります。メリットがあるってことを証明すればいいのか。メリットですか、あのシャンプーの。悪いけど僕さ、興味ないから、興味がないから。自分しか。あの子、妹ちゃんだっけ。彼女がかわいそうだから同情したなんて考えてるなら無駄よ。確かにあなたは同情などしない。罪に厳しく、人に厳しく、それが僕の生き方だから。さぞかし甘いのだろうな、ご自分に対しては。あはははは。いや、面白いこと言うよね、三剣ちゃんってさ。どうなんだろう、メリットは存在したのか。自分本位な局長が誰かのために捏造を手伝った。誰かを、誰か、誰か、誰かのために。ともえさんのためにも、ともえさんのためだっていう証拠ないもんな、別に。誰かのために手伝った。誰かのために。捏造を手伝った。証拠ないんだよな。まああるとしたら、ともえさんなんだろうけどさ。ともえさん、まあともえさん臭いけどな。結局ともえさんのなんかね、あれため、あれも、ああいったら役割も昇進したわけだから、だからそれの証拠がないんだよな。
いやー、これも会いに行けないな。存在しないだったらもう悪くないもん。誰かは存在しない。発想逆転させるのよって言ってたけどさ。誰か。証拠持ってないんだよな。一緒に昇進したってことはさ、知識としてあるけどさ、俺ここにないんだよね。一緒に昇進したっていうことを書いてる書類的なやつが。だから、これも使えるよな。でもだから、茜ちゃんが犯人だということをバレたくない巴さんを守るためにみたいなね、いうことじゃないのかな。まあ指摘する線で言ってみるか一回。人のために助けることはないかもしれない。しかし自分のためならば誰かに手を貸すかもしれません。弁護人、どうしてもあなたは局長を。人助けを大好きな優しい人にしたいようですな。そういうことじゃない。いや、これまあ、可能性が可能性だからね。検事、被告人ですか。進んだら終わろう。事件の流れを見ればあまりにも明らかです。いや、これは言ったんじゃないか。大月あかねさんが不幸な事件に巻き込まれた。彼女を一番助けたいのは姉の大月智恵さんです。そしてガンド局長は彼女になら協力する理由がある。その理由とはもちろん自分の利益です。利益、一体どんな。あ、これいける草、いける草いない。一旦切ろう。時間ちょうどいいし。じゃあごめん、ここで一旦終わるわ。じゃあ、あざした。